マイクロソフトは21日、ゲーム大手アクティビジョン・ブリザードの買収計画の修正案を発表しました。アクティビジョンが今後15年間で発売するゲームソフトについて、配信する権利をフランスのゲーム大手に譲渡するというものです。これにより、マイクロソフトは該当するソフトについて、自社の Xbox での独占配信ができなくなります。イギリスの規制当局は、マイクロソフトによるゲーム市場の独占を懸念し、アクティビジョンの買収を差し止めていました。マイクロソフトは今回の修正で規制当局からの承認を得ることを目指します。